う姿はなぜあんなに。じゃあ、やだよ。はじきましょう。だってここは一夜の夢の街、ウォールマーケットなんだから。なんだ、またお前らか。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ。今回？無理無理。ティーバーちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか。欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。やめておこう。なんだ、すまんねえな。はい、表。え？ん？残念、裏だ。まあ、正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら、他のやつを当たるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあな。待て。そのコイン見せてくれないか。やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ、というわけか。負けないから。かな、あいつ調子悪そうだったし、やっぱ見に行った方が。でもこの路地ってやばいって噂だよな。ったく、早く出てこいよ。助けてやんねえぞ。
例の件の後始末は。こんな裏路地まで来るとは好奇心旺盛だな。度胸に免じて見逃してやろう。今夜だけはな。あの、うちの若いのもですか？あんたは何も見なかった。そうだろ？あの、うちの若いのもですか？当然だ。これまさか俺にどけっていうつもりか？見逃すのは今夜だけだ。シュッチャーフォーケンマウチャーデウノン。あの、いやデウフォーケンノン。うちの若いのもですか？本当にいい天気。はい。一括銀行の経営母体はシンラカンパニー。やっぱりゴールマーケットは恐ろしいぜ。手のひらから全身に力が流れ込む。開いてないみたいだね。他の代理人のところ行ってみる？ポカポカすべすべで自分の体じゃないみたいだ。案外こんな町外れに掘り出し物が。チクショウ、アニヤンに会うはずが、なぜ俺はあんなこと。チクショウ、高校でも俺が話してくる。エアリスはここで待て。え、どうして？私も行くよ。でもだってクラウド交渉できないでしょ。いらっしゃいませ。どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガール、またはハニーボーイのご指名はありますか？アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか？いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに？俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。あの、なんか緊張しますね。あなた気乱れる花のように。アニアンのショーがある日に来られてよかった。めっちゃ見てるじゃん。映画借りつけるくらいよ。全貌にはちょっと戦えな。くそ。だから全身に力が流れ込む。あ、うん、いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ？あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと？私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。またまた
ちょっと黙りな、勝手に口開くんじゃないよ。全くまた変なの来たわ。ちょっとバカし、若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって。頼み。あのね、お二人さ、うちはデモミヤもんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないだ。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた、名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え？早くしな。お。戦う男の力強い。それでいて、しなやかなって。いいわ、クラウド。あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さ、どのコースにするんだ。じゃあ奥の部屋までいらっしゃい、クラウド。リッチなお客にはふさわしいおもてなしを。まずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからね。それじゃ指先からいくよ。ほーら、力抜いて、悪いようにはしないからさ。あら、痛かったか。いや。次は指の付け根を揉んでくよ。凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね。声出してもいいんだよ。我慢は体に毒だからね。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。あ、いや、どうしたんだい。声が漏れてるな。ここが気持ちいいのかい。ここはどうだ。それともここかい。ああ。気に入ったらまた来てちょうだい。しかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏さい格好した女を連れてったとあっちゃ、代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？俺は嫌いじゃない。ありがとう。あんたらイチャつくなら店の外でやっとくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ。ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。
だから提案があるんだよ。え、この町には地下闘技場があってね、クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか。うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るか。わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。いいかい、私に損をさせるんじゃないよ。いいかい、私に損をさせるんじゃないよ。どんな大会かな。この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう？そこは心配していない。強気もいいけど足元すくわれないようにね。銀行なんて名乗って銀行の裏通りでこんなことしてるのか。飛び入りもあるかもな。俺全財産かけちゃうぜ。すげえ、お前も戦士じゃん。も出場するの？ソルジャーは出場しないのかな。ちょっと押さないで、楽しみよね。ん？ここは観覧車受付だよ。穴狙いなんて無理無理。ここは観覧車受付ですよ。ねえ、まだなの？こちらは観覧車受付です。楽しみよね。今からエントリーが？たっ、ギリギリだな。二人で出るのか？いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ。だったら私も出る権利あるよね。じゃ、お二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ、急げ。眠らない都市ミッドガン。中でもひときわ輝くキラ星、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街、ウォールマーケット。あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。お安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットの、まさに今ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ゲル。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。寒風の紐でぶちのめす。勇者だ、知恵道博士。舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。さあ、血に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。イス格闘デスマッチ、コルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。
あんたたちか。どうしたの、その顔。少しばかり金が必要になってよ。前座試合に出てみたらこの有様さ。あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえからさっさと逃げた方が身のためだぜ。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。恐ろしいところだぜ、ここは。恐ろしいところだぜ、ここは。お前たちの控え室はここだ。準備はいいか。せいぜい死なねえようにな。さて次はなんとカップルでの出場だ。なんたるバチが。しかも初参戦。いけつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に耐えれるのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。おいおい、デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤、こぼれる姫、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの。はあ、地方とか人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか、皆様まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合、レディーファイト。気負いすぎる。いいところ見せなきゃ。誰か死ないで。暴風注意。もうすぐ終わり。ルールが曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。もうおしまいだ。
クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。新しい雇い主を探すか。新しい雇い主を探すか。運よく勝ち上がったな。ただ次はそうはいかないぜ。準備はいいか。ま、無理はしないことだな。続きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな空気読めよ。クラウド&エアリスの入場です。何立ち上がってくれてんだバカ野郎。大損こいたじゃねえか。あらあら、大志摩さん廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず。アウトローの街から弾かれたアウトロー。皆様お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、あお前ら、こいつ、ここで会ったが百年目恨み腹させてもらうぜ。百年100年も経ったか。うるせえ嫌がる。え、何おっと、これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルールの4の闘技場。このネオがいいって言ったらいい。勢に無勢、ここに極まる大乱闘が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合レディー。さっきしのげしまった。お任せあれ。飛んでけ。舞い上がれ。頑張るね。
当たってみて一気に。突き抜ける風に乗せて。飛んでけ。届け。いけそうかな。下がっている。覚悟はいいな。悪いな。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、私がもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方美しいですね。ねえ。次決勝だね。ああ、浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん、でもここまで来たらあと一歩。二人で頑張ろう。ブランド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。もう死んだふりしなくていいのか。あら、減った。恐れ言ったよ、まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、いや、まずは小柄ながら
並みいる強豪を華麗になぎ倒し、大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダム・マム推薦クラウド&エアリスの入場です。意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いの。でもそれ裏も表もないだろ。
じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんた、ふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ、服を用意してもらうんだろ。うん。喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の掛け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てば、さすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。ほら言っといで、私に賞金を届けておくれ。俺も長いことここにいるが、こんなことは初めてだ。正直、興奮している。ああ、やってくれちゃって。ひでえな。いくらしたと思ってんだよ。お前ら、こんなとこでぼーっとしてていいのか？ああ、やってくれちゃって。マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか？もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか？そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エアリー。ますは地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。
だよね。ただの家じゃないようだ。謎多き悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは厳禁でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイル。さあ、ついに始まりました。コルネオハイスペシャルマッチ。あまたの強敵を切り抜けた実力派カップルに対するは、あまたの強敵を誇りし悪魔の家。一体勝つのはどちらなのか。熱い戦いを見せてくれ。沈め。何者の侵入も許さない。まさに最高クラスのセキュリティです。
りの愛を試さんと容赦なく勘が降り捧げ、激しく燃え盛り、後には何も残しませんさすがのクラウド選手も大打撃か。攻撃も何のその鉄壁の守りが再びタップルを追い詰める。頼んだ。はいはい、飛んでけ。そっちは大丈夫。エアリス選手、まともに食らった。これは痛そうだ。
ってた。この会場の熱狂すらも生ぬるい炎の魔人のお出ましだ。灼熱の効果は堅牢なヘルハウスさも焼き尽くしてしまうのか。燃え上がれ。頼む。お任せあれ。
起床するヘルハウス、勝利をつかむ栄光のフェイスオフ。狙いを定めるヘルハウス、このまま家の下敷きか。隙と弱点をつく見事な攻撃、最強カップルヘルハウスを撃墜。探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、後でうちに寄りな、だってよ。あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。今回みたいなでけえイベントはまれだけど、いつでも何かしらはやってるからよ。出てくれんのか。それじゃ地下で待ってるぜ。試合を見てたら私も出場したくなっちゃった。今回のチャンピオンならソルジャーにも勝てるんじゃないか。だからソルジャーが出るが怖いだろう。出たら盛り上がるのにな。